かる。メイクもした。スピン風メイクにしたつもりなんですけど、むずいですね。むずい、むずかった。部屋着はおでこ？あ、おでこ出しってことか。まあ何部かにするのもいいですよね。まあ部屋いるときおでこ出さへんしな。リアルを追求するタイプ。かわいいフロちゃん、かわいいマイピンクさん、ありがとうございます。昨日夜更かしやったけど大丈夫？大丈夫です。寝起き風メイク、確かに。ワンピース見てない。今日ワンピースだったんですか？ワンピースやってんの？こんにちは。今なおちゃんのルームでケンさんとコラボ配信してましたね。見たかった。前髪邪魔でヘアピンしてるイメージ。あー、そうなのかな。お風呂上がりとかはもう全部こう前髪もバーンでタオル巻いてます。タオル巻いて過ごしてますね。で気が向いたらドライヤーして寝るっていう感じですね。なおちゃん憂鬱の服着てた。マジ？東京寒そうですもんね。そう、ターバン、ターバン50カウント完了しました。正解ありがとうございます。正解ってない、ありがとうございます。寝るときはこんな感じ、こういう感じです。寝るときトリートメントも今みたいに、今もつけてるんですけど、トリートメントもつけて、なんか昨日から自分の髪の毛の匂いじゃない匂いすんねん。なんでやろ、トリートメントかな。いやでも昨日髪洗ったしな。ハートジロさん、かわいいなにわのなおきょさん、かわいいエイジさん、ありがとうございます。どういう寝癖がつく？今日みたいにもう前髪こういう時もあります。なんで必死にこうこうやって水で濡らして乾かしてっていうのがあります。寝癖めっちゃつきますよ。あ、こっちはあんまつかない。例えば寝てる時ってこうこうやってもわってなるじゃないですか、枕のせいで。なんでこういうここがもわってなりますね、朝は特に。それが寝癖かな私の。だから帽子かぶったりします、ひどい時は。長め伸びひんかな。長いから、そう長いからすぐ治るのもありますね。お、花束ひでさん、ハートマイスマッサンさん、ハートナグさん、かわいい松本さん、かわいいとはら TV さん、だるまこもさん、ありがとうございます。50チェフィー完了、ありがとうございます。
寝癖ついたことないなるほど、素敵。割れてる、割れてますけど、あなた大丈夫？大丈夫？ほんまに割れてるやん。冷たい、うまうまうま、冷たキンキンや。ルイボスティー飲んでます。ルイボスティーたまに飲みたくなる、美味しいですよね。ちっちゃい頃はちょっと嫌いだったけど、ルイボスティー。かわいちひかむさむにだよしん、よしんちゃん。キンキンに冷えてやがるぜああダメな冷たさで、あの夏のアイスの冷たさしてますね。水とお茶、え、これってお茶じゃないんですか、ルイボスティーって。ティー、ハートジェルさん、ありがとうございます。水とお茶は健康的ですね。素敵素敵。12時15分までお腹空いたよ。次17時半からOK。 もう来たん、はい、29分、早っおとうと行けばってイケボでした今のみんなのアイドルです。弟と顔似てますね。弟くん、おはよう、おはようって言ってました。低音なん、あれあれが低音ボイスなんや。撮影上手な弟です。でも背高すぎてちょっとなんか画角が違う時ある、思ってた画角と画角。ハートジロさん、誰もゆひさん、ありがとうございます。ハートゆひさん、ハートの庭の女、うきょうさん、ありがとうございます。かわいい画角画角何センチあるんやろ。176、170、わかんない、それぐらいあると思いますって言ってた気がする。175以上かな、175以上だと思います。身長はあんま知らんけど、あんま知らないんですよね。弟に彼女紹介されたらびっくりします。あんな恋バナ嫌いだった弟がって思います。成長したねって思いますね。千人突破、ありがとうございます。
B は身長高い人が好み。いや、わかんないんですよね。わかんないです。2メートルくらい、2メートルくらい。恋バナ嫌いでしたね。なんか好きな人とかおるみたいな、昔家族で聞いた時に、俺そういう話嫌いやねんって言って泣いてました。かわいい、あの頃かわいかったな。泣かんでええやんみたいな。かわいい、かわいかったです。家族で会議っていうか、ただ食べてる時になんかそういう話になって、そう話してましたね。老化夫婦家の怪我は治りました。可愛かった。懐かしい。マグカップね、これユニバで買いましたね。ユニバとディズニー行ったら、なんかやっぱお土産に最適なちょうどいい値段ってマグカップとかなんで、よく弟とかママに買いに行きます。マグカップを買って帰ります。特に弟はそういうお土産とか多分もらうの好きで、なんかいるって言ったらうんみたいな言ってくるんで、で当分そのお土産で持って帰ったマグカップを自分専用みたいにしてるんですけど、結局いつの間にかそれがなくなるっていう。一周と50巻とかにありがとうございます。クランチチョコもいいよね。もう美味しいしね、結局チョコって美味しい。そう、いつの間にか自分専用っていうことがなくなってみんなに使われるっていう。ちょっとさっきより可愛くなった？やったー、やったー。もううれちひ、うれちひ、うれちひで最近言いすぎてちょっと口癖みたいになってきました。ハートエインさんありがとうございます。だるましもりんさんありがとうございます。西戸50チヒ完了ありがとうございます。マグカップなくなるか？ん？あ、なくなってはないですよ。流行語にするしか。流行語ね。流行語になる人たちってすごいですよね。本当に。うれちひ定番にしようね、しましょう。うれちひって。確かに語呂何にも合ってない。ぜひ2周目途中で星11時32分まで獲得制限かかった。また時間ミスったかも。うわ、ピエンですねそれ。めっちゃ足痛い、治らないんですよね。なんかなってんかな。まあまあまあ、病は気からって言うけど、痛いもんは痛いって。ピロピロを超えましょう。ピロピロは外傷じゃないです。中身なんていうの、中が痛い。指の、足の指のこことここの、この指とこの指の間が
ずっと痛くて歩いても痛いし、こうお姉さん座りしても痛い、押さえつけられたら痛い。成長期？今？何頼んだん？え、マクド？マクド頼んだん？うん。めっちゃ悪いやん。ピロピロ声。ダイエットしてのにマクド頼んでました、あの人。ハートタカヒロさん、バラマースさん、ハートマースさん、あれ、かわいいな庭の女キョさん、誰もゆうひさん、ハートセツラタンさん、ハートジロさん、クマ松本健一さん、ハートリンゴさん、ハートヒンちゃんさん、ありがとうございます。ハートなにわの女キョさん、ありがとう。チャブート現代子ですね。チヒの分頼んでくれなかった、なんか別々に頼みました。なんか一緒に頼まなあかんみたいな言われて、あ、いや別々でいいけどみたいな、で別々で頼みました。私のやつもまた弟が取りに行ってくれます、忘れてなければ。モスね、モス美味しい、本当にピエンですね。金さんの部屋に星もらってくる、よろしく言っとくね、お願いします。ハートとハラ TP さん、ハートヒンちゃんさん、ハートよっくんさん、だるまじろさん、ハートマスさん、ありがとうございます。トイレットペーパー買ったけど永久保存になりそう、マジ？一つは使ってくださいね、こだわりのダブルなんで。ぜひぜひ。それか、あの額縁に入れるか、メンバー全員の川柳が書いた五七五が書いたやつを額に入れといて、あと残り使うか。なんかあれみたいになりそう、布、なんていうの、布、布というかあるじゃないですか、京都に行ったらお土産でよく売ってる、絵描いてて、あの俳句ちょっと書いてるみたいなやつ、掛け軸かな、掛け軸というか布布しかやってない。なんかそう、そんな感じ、伝われ伝われ伝われって感じで、そんな感じです。だるまひんちゃんさん、ハートナイシューさん、だるまけんけんちゃん、ちゃうひんちゃんさん、ハートリンゴさん、ハートナイシューさん、ハートゆいしさん、ありがとうございます。トイレットペーパー押しの部分だけ使わずに取っておこうかな。掛け軸かな、なんかそんな感じの、そうそう、なんていうの、手ぬぐい、なんか長い手ぬぐいあるじゃないですか、とね
手ぬぐいじゃないかな。なんかわかります、こういう感じ、こういう感じです。なんかこういう感じのアンドレ・ハーンって言ってる。ベルサイユのバラの手ぬぐい、これアンドレ・ハーンって言ってる。無音で50完了です、ありがとうございます。ハートヒンちゃんさん、かわいいナイシューさん、ハートナイシューさん、バラリンゴさん、ありがとうございます。アンドレハーン、オスカルハーン、チヒーハーン、ロミオ、どうしてあなたはロミオなの。ああロミオ、どうしてあなたはロミオなの。2週50巻とかにありがとうございます。ロミオ、ジュリエ、天津飯、尊い国さん、バラ茶は花束、リンゴさん、かわいい国さん、ありがとうございます。2000人だ、ありがとうございます、ありがとうございます。そう、次の17時半からが最後です、イベント最終日。尊い何者の南京さん、ハートひんちゃんさん、ハートたかひろさん、いいねマイピンクさん、ハートたかひろさん、ハートたかひろさん、ありがとうございます。星集めてきた、ありがとうございます。バラひんちゃんさん、ハートたかひろさん、ありがとうございます。君が教えてくれたね、タタラ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 タタ、あれ、すみません、よっくんさん、ハートありがとうございます。止まっちゃいまして、すみません。日本漫画チェヒー将軍、星休めしてるとめっちゃテンション高いルームあってビビる。あ、ルーム？へえ。君の虜になってしまえばきっと。そう、一瞬落ちました、ごめんなさい。電話がかかってきまして、1位の子はメンバーからの祝福、服どんな感じになるんだろう、おめでとうって感じですね。ご陽気チーヒー、今日もかわいい、ありがとうございます。楽天ポイント、なんか君の虜にの TikTok を見てて、あの漁師さんのガタイちょっとごつい男の人が何回もそれ上げてるのよく回ってきます。あれ今日もこれやってるみたいな、
君の虜になってしまえばきっとってやつ見たことある？そう、ムキムキの人肩表現できんけど、すごいあれ鍛えられてんなみたいな人、何回もやってますあの人。すごい、でも何回もバズってるからすごいなって思います。2週と50回ありがとうございます。ハートシモリンさん、ハートヨックンさん、ありがとうございます。パジャマで取りだめしよう、それみたいだけやないかーい。ぜひスクショすると大概半目になっちゃう。そう、私まばたき多いんですよ。まばたき多いんです。ちゃんとしかもまばたきできてないらしい、眼科行ったら言われました。目大きくてまばたきできてないし、寝るときも目閉じれてないからずっと乾燥してんねんて。早く言ってって感じですね。4日間ぐらい来れてなかったから久々すぎちゃう。それはそう、閉じきれへんなし、衝撃的。天性のドライアイ割れた。メデカの会弊害だ。ちゃんとまばたきできてないねんて、びっくりしますよね。てかもう43分ですって、早っ早っ。目薬すぐなくなります。そうなのか。なんかこの前美容師さんと修学旅行について話したんですけど、めっちゃ海外行ったことをえって驚いてました。なんか嬉しかった。ハートリンゴさん、ハートシムリンさん、ありがとうございます。お腹鳴った、ごめん、めっちゃ聞こえたよね、ごめんね。めっちゃ聞こえた人ジャンプ、めっちゃ聞こえた人。しゅうちゃんのツイッターに数年前の写真載ってたよ。載ってたね、載ってました。はーい、ハートナイッシュさん、ありがとうございます。近くの犬がぐるぐる言ってたっぽい。あ、そう言えばよかったな、今度からそう言おう。メガネチッヒの写真もあるよね、思った。でもやっぱ画質が年々良くなっていくんだなって思いましたね。やっぱり先生ジャンプできません。なぜ？アンニョンチールちゃん、アンニョンセヨ。スポーティー G、 スポーティー G さん、アンニョンセヨ。ちょっと待ちみだ。かわいいな、一周さん、だるまひんちゃんさん、アイスひでさん、ありがとうございます。お腹鳴った。
テーマ勘弁して。私お腹鳴り始めたらずっと鳴るんですよ。今も鳴ったし、なんでやろう、なんで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 、いつもこうなっちゃうの。ファンクラブの支払いってないんですまだ。なんかローソンが見当たらなくて。なんで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 、向こうなっちゃうの。そう興味ないふりをしてちょっとその場を離れたくなる。なんで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 、素直になれないのかな。そうそんな後でさっきの私悔しくて泣いちゃうよ。泣いてるよ。お腹鳴る。くーなった。雷みたいなのなった今体内で。やだ。お話し会ではならないかったんですけど、私本当に黒歴史があって、あの金本さん金本監督時代にあのトラバンでインタビューさせていただいたんですよ。高野アナウンサーと私の2人でインタビューをしに行った時にマジでご飯も食べた後やったのにめちゃめちゃお腹鳴ってて、聞こえてちょっとこっちチラ見してきてくださるんですよ金本さんが。本当に気まずかった、ごめんなさいって思いながらずっとお腹鳴ってて、でもなんか全然集中できへんし話聞いてないとあかんし、でもめっちゃ大きい音鳴るんですよ本当に恥ずかしすぎた。めっちゃ恥ずかしかった、もう本当にめっちゃ恥ずかしい。めっちゃ嫌でしたねそれ。高野さんもめっちゃお腹鳴ってたねって言ってたし、恥ずかしかった。連発よ本当に、連発連発、びっくりよ。びっくりです。馬りんごさん、ハートナイシューさん、かわいいなにわのんのきょさん、タコおでん屋さん、ハートナイシューさん、ハートクニーさん、ハートヒンちゃん、せつらたんさん、クマ10個も。僕はクマクマクマ。ハートナイシューさんありがとうございます。食べるでしょう。くまったくまった、砂ずり、あー食べたいね砂ずり。親子丼、うわいいね。マックは違う、クマートランチ食べたい。こうちに入るのめっちゃ嫌や、どうしたらいいんやろう。横にこうやりたい。ランチタイム配信、あそれができなかった、できないんです。
腹減ったよね。ハートヒンちゃんさん、クマトハラ TP さん、タコリンゴさん、ハートクニさん、ありがとうございます。タコパしたい、いいな。前髪って決まらんとき、ガチで決まらんから困る。ちょっと待って、シェアするの忘れてたから今しよう。ん、だるまたかひろさんありがとうございます。だるまひんちゃんさんありがとうございます。ランチ作れません。タコ以外に何作る？私タコがあんま好きじゃなくて、チーズだけとかが好きですね。チーズ大好きです。でもあの余った具材でアヒージョにするのも好きです。そうです。ハートたかひろさん、ハートくにさん、だるまひんちゃんさん、ありがとうございます。イカもあんま食べないですね。あれおすすめです。難波にあるキャベセン、キャベセンおすすめです。あれはスケート帰りに、スケートのバチテストっていうのがあった時のご褒美に食べてたんですよ。キャベツ、キャベツ、キャベセン、キャベツ焼きですね。キャベツ焼きっていうお店、ここキャベツ焼き、そうマクドナルドの向かいです。めっちゃ好きで、ここが思い出の味ですね。私の本当に思い出の味です。これはおいしそう。キャベセン、難波の商店街の中じゃなくて、あれです、なんていうの、あそこ難波パークスを出たとこにあります。出てちょっと先にマクドナルドがあるんですけど、その向かいにあります。ハートナイシューさん、モテオのぼれさん、バラヒンちゃんさん、ハートナイシューさん、ハートヒデさん、うまリンゴさん、ハートタカヒロさん、花束松本さん、ありがとうございます。10周年の時行ってみてください。あの分からんかな、あのなんていうの、高島屋のさ、高島屋
化粧品売り場があって、そこから劇場に行ける道あるじゃないですか。そこを劇場に行く道と逆方向行って、あの分かれ道を左に行ってアイスクリーム屋さんとかを通っていくところを出て、そこを右に曲がるとまっすぐ行ったらあります。お仕事なんでお願いします。ありがとうございました。そう、高速道路の高架下のとこです。そうそうそう、あ、パークスの方を歩いて行って、パークス行かんと右に曲がる。お腹鳴る、お腹鳴るぞ、もうそろそろ。大阪にあります。食べログ保存済み、早っ。買おうかと迷ったことあるけど買わなかったわ。今度行こう。買わんかったんかい。いいね、マイピンクさん、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。ドラマみたい。おすすめのドラマある人、プチョヘンザ。いやいやいや、失礼します、いってらっしゃい。はーい、半沢直樹か、面白いって言いますよね。ウォーキングで、あ、愛理ちゃんずっと見てたな。100日のロー君様、何やっけそれ、韓国ドラマ。あ、やっぱり韓国ドラマ、エクソの方が出てるやつですね。エクソのディオさん、浜辺美波さん出てるやつ。おー、いいですね。妹で友達たちと話してた。 ID カンナム美人は面白いやつや。倍返しだ。ハートリンゴさん、ハートジルさん、かわいいトマリンさん。もう食べ終わったん、早っ。え、そこに捨てよ、捨ててくる、ついでにお願いします。オレンジレーズほんまにいいですよね。倍返しだ。倍返しだ。ハートリンゴさん、ありがとうございます。配信時間が長いから初めて3周できたよ。50カウントもできてよかった。初めて達成感。食べるの早いですね。キャベツ焼き食べログで発見。お、ぜひぜひ。マクドのポテト美味しいですよね。あと難波付近で美味しいのは何の紹介してんの。難波付近で美味しいのは、美味しいポテト屋さん、難波パークスにある何やったかな、難波パークス403とか何やったかな。ナムパークスの美味しかった。
ね、少々お待ちを。なくなったなくなった。どこやったっけ。あ、702や702ってとこ美味しかったです。そう、702。のポテトが美味しかった。クアイナも美味しいですよね。そう、ヘアバンみたいな。尊いナイッシュさん、かわいいフロちゃんさん、だるまゆひさん、ハートひでさん、ハートマスさん、ありがとうございます。グアバジュース大好き、美味しすぎるよね。702ですね、702ってお店。慈悲が尊い、嬉しみの舞。わあ、もうすぐ4000人や、すごい。超お腹空いてきた。ご飯の話してたらお腹空いた。お腹空いた。お腹空いた。何杯いたらいつもご飯迷うですよね。なんかご飯屋さんばっかりあるもんな。ハトヨックンさん、キラキラヒデさん、ありがとうございます。アイダスのマスク買いました。へー、そんなんあるんや。へえ。へー、わなかの大入り。ハートありがとう、たくさん。よっくんさん、あ、お腹鳴った。あー、お腹空いて力が出ないお腹空きすぎて力が出ないアンパンマンや。4000人、ありがとうございます。ありがとうございます。イエーイ。DD っていけないことですかね。いけなくないんですけど、いけなくはないけど、メンバーに、メンバー、うん、どうなるの。いけなくないですけど、ちょっと悲しいと思います。メンバーはね。でも好きでいてくれることには嬉しいですね。バラ、織田信長さん、バラよっくんさん、かわいいリンゴさん、ありがとうございます。バレないようにしたらいいやおもろい。でも私も言っていろんなアイドルさんとか、ごめんねお腹鳴った、いろんなアイドルとか野球選手とか DD なんで、全然気持ちはわかります。すごくごめん、めっちゃ恥ずかしいから隠れよう。無理、めっちゃお腹鳴る。
カマピー悲しい。ハートやくんさん、ハートの庭の女、きょうさん、ありがとうございます。お腹、食べるから後でしっかりお腹鳴らんといて、お願い。そうとな、なるねん、ほんまに無理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 、お腹鳴る。あー、うわー、お腹鳴る。あー、お腹お腹鳴るって、お腹すいたって。ハートよっくんさん、かっこいいおでん屋さん、モンプジェロさん、尊いりんごさん、かわいいとはら TP さん、ハートくにさん、かわいい松本さん、かわいいひでさん、ハートくにさん、かわいいりんごさん、緑のキラキラひでさん、ありがとうございます。ありがとう。なんか少な。なくなったので音符ありがとう。モンプジェロさん、かわいいおでんさん、かわいい松本さん、かわいい松本さん、ハートよっくんさん、かわいいマスさん、ハートよっくんさん、ハートナイシューさん、かわいい第三者の厳しいマグロさん、クマ 10体XLS037173、 ハートナイシューさん、かわいい第三者の厳しいマグロさん、アイスのぶさん、ハートともりんさん、ハートよっくんさん、ハートひんちゃんさん、モテオーマースさん、ハートひんちゃんさん、ハートナイシューさん、バラリンゴリンガリンゲストさん、ハートひんちゃんさん、ありがとうございます。5分前倒ししたら終了しますか。ん、5分前倒ししました。私なんかが鳴ったん、なんか鳴りました。慈悲のお腹の音をアラームにしておきるからやめなさいよカラオケ配信、かわいいナイシューさん、ありがとうございます。5分前倒しして、あ、それはないかな。5分前倒しして終了はないです。そして今日も17時半からちゃんとできるかわからんっていう。お腹ピエンですね。17時半にはパジャマなんで楽しみにしててください。朝食べましたよ、あのショールームの配信で。何やっけ、生ハム食べましたね。やったぜ。そう、お話し会の準備次第ですね。かわいい高弘さん、ありがとうございます。そう、塩分多めの、めっちゃ辛、塩辛かった。
部終わってから配信。俺も今日ハム食べてん。あ、じゃあ俺も今日ハム食べてんか。お腹鳴るのって恥ずかしいもんなん。恥ずかしいというか、こんな4000人の方の前で鳴るのはちょっと恥ずかしい。恥ずかしいんかい。そう、しかもキューブが今日萌え台詞なんです。またひんちゃんさん、誰もありがとうございます。うまくにさん、ありがとうございます。いいね、ひでさん、ありがとうございます。5000人。すごい、ありがとうございます。キューブにまずいやばいよね。楽しみながら終わりましょうね。ハートリンゴさん、ありがとうございます。13位高弘さん、12位ナイシューさん、11位ひんちゃんさん、10位よっくんさん、9位えいじさん、8位松本さん、7位りんごさん、6位くにさんさん、5位とはら TP さん、4位なにわの女うきょうさん、3位ドルルルルダン、おでん屋さん、2位ドルル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 ダン XLS037173、1位ドルル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 ダン、せつらたんさん、ありがとうございました。ハートのにゃののきょうさん、ありがとうございます。かっこいいくにさん、ありがとうございます。かわいいのぶさんも、ありがとうございます。スクショタイム、中の音が。5000人突破、イエーイ。光で消える、イエーイ。ゆうちゃんごっこ、ゆうちゃんごっこ。ありがとうございます。5000人の前、早いね、1時間経つの本当に。また皆さんお会いしましょう。また後で。ありがとうございました。またね、ありがとう。あっという間の出来事、出会いが知る一瞬で、3、2